はい、なんだっけ、展覧会をやるように円徳寺会館来ましたよ。そして、掃除をしました。入り口ここなんですけど、こんな感じでござる、こうビヤーっとね、まだちょっと置いてあったり、絵がなかったりするんですけど、絵がねもう圧倒的に少ないんで、こことここだけで終わりなんですよ。こっち使わない可能性がありますね。でここの描いてる絵を完成させたら多分ここに展示することになると思います。わからないですけれど、はい。であとそれとこれって貼れるんかな、あとねこれにちょっとこれここさめっちゃ汚いけどさ、あの書きますよ、あのこちらですとかってやつやってますという看板、実は看板がないんですわ、なんで看板を書きます。はい、ということで現場から以上です。はい、円徳寺です。先ほど設営が終わりましたよっていうので、なんだっけあれ書いてたんですよ、告知用の告知というか看板どうしようかなと思って、もうホワイトボードがあったんで、書きました。こんな感じで。さっきも撮ってたっけな、忘れちゃったよ。こういう風に書いたので、これを目印に来てください。はーい、以上です。